一般財団法人ホメイク財団の原邦夫です。今回は私の5冊目の本、自分を褒める習慣の説明をしたいというふうに思います。この本はですね、自分を褒めることが足りないあなたに対して、そのあり方とそれからやり方をまとめた本です。私は年間3分の1は海外にいるんですけども、アメリカの人もヨーロッパの人も日本人はせっかくいいところたくさんあるのに、もったいないなというふうに、言ってます。謙虚というのを少し横に置いて、皆さん自分の良いところをですね、思い出して言葉にしてみたらどうかなというふうに思います。他人との人間関係も大事ですけども、自分との人間関係が一番大事なので、1日1褒め、そしてお風呂に入った時、寝る時にですね、今日の1日を振り返って、そして癒しながらですね、自分のいいところを、言葉にねしてみてほしいかなというふうに思います。